日本人なら国産スマホを使いたい在日日本人の吉田はアローズを使います。ショート動画でディスってバズった大韓民国サムソンのパカ系を愛用している吉田ですが、半年我慢して使ったのでそろそろ買い替えたい。デブでデブでデブなデブがパカ系を使っていたらそれって吉田ってバレバレじゃん。自意識過剰かもしれないけど、あと微妙に人前でパカパカするのが恥ずかしいんですよね。こんな変態スマホを使っていたら絶対キモオタって思われるじゃん。まあぶっちゃけ本音を言えば韓国サムソンのギャラクシー S22 が欲しかったんですが、毎回サムソンばかり買っていてもおもろくないなと思って今回は元富士通のアローズにしました。実は吉田は1億円マイホーム計画で多額の借金を抱えているので、今回はコスパ重視。日本で一番売れているアンドロイドスマートフォン、アローズウェイです。アローズウェイは発売されてそんなに経っていない現行機種にもかかわらず、なんと白ロム未開封品を17,000円という信じられないくらい激安価格で購入しました。楽天ポイント還元などを考えれば15,000円台だったかな。国内メーカーのスマートフォンとしては驚異的に安いというか、怪しい中華スマホよりも安いくらい。そりゃ日本一入れまくるよね。とんでもなく安い。付属品は何もありません。本体と取説のみ、その他一切なし。充電器もない、ケーブルもない、何もありません。びっくりしました。新品17,000円とは思えないくらいにかっこいい。日本のスマートフォンってピアノブラック的なテカテカしたプラスチックなイメージですが、これはマットな塗装で渋い色合い。安いなりに頑張ってますよね。ちなみにアローズウィーはドコモ、アウ、UQ モバイル、ソフトバンクの4ブランドで発売されていて、ブランド別で6色もあります。吉田のやつはドコモ版の青っぽいやつですね。なぜか SIM フリーはないんですが、 SIM ロック解除済みの白ロム新品が大量に出回っているので、格安 SIM で運用したい場合はその回線に合わせたやつを買えばいいと思います。なんかこの塗装いいんですよね。光の当たり具合で見え方が変化するというか、安っぽさを感じません。おしゃれブランドバルミューダフォンの10万円と比べると笑いが止まりません。わっはっはっは。軽自動車のダッシュボードです。出たよ、すべてを台無しにするクソダサロゴ。ドコモ誰が求めてるんでしょうか。ちなみに au 版とソフトバンク版はここの部分はアローズのロゴなんですよね。ドコモだけ17,000円だけど、マスク時代でも安心の指紋認証付き。場所は悪くない、完璧な位置。これは余談ですが、バルミューダフォンみたいに位置がずれていると死ぬほど使いにくいですから。国産メーカーなのでこの価格帯でもちゃんとお財布携帯を搭載。 Suica、Google Pay、ID、Quick Pay、楽天 AD も使えます。しかも上についてるのはさすが。 Galaxy とかは下の方についていて死ぬほど使いにくいんですよね。これカメラ2個ついてるね。個人的に絶対に許せないのが電源ボタンと音量ボタンの配置。一般的な Android スマートフォンって押しやすい下側が電源なんですが、アローズくんは上側なんですよね。複数のスマートフォンを使っていると間違えて押すんですよ。これこういう謎のこだわりは底辺メーカーとしてはやめていただきたい。まあピクセルもこの配置なんですが、ピクセルよりも下の方についているのでマシではありますけどね。なくてもいいけど、あったらあったで嬉しいイヤホン端子搭載。ああ日本メーカーだなーって思う部分はこのピンなしで外せる SIM スロット。まあ今時 USB-C なのは普通です。あとこの端末非常に持ちやすいですね。角が落ちているので突き刺さりません。片手持ち派の吉田的にはこれ重要。ただしギャラクシー S20 のがさらに角が丸いのでもっと持ちやすいです。ソニーの Xperia はカクカクしていてあまり好きではないです。 iPhone の初代は丸っこくて収まりが良かったのに、なぜか最新は見た目重視しすぎて、まあ、個人的には気合です。 iPhone を使わない理由の一つ、片手で持つと突き刺さります。ジョブズさん丸くしてください。まあこれはノーコメント。他の高級端末に比べると厚みはちょっとありますかね。気になるほどではありません。画面サイズは 5.7 インチと小さめなんですが、幅は 72 ミリくらいあります。サムソンのギャラクシー S20 が69ミリくらいなので、やっぱりここは価格差を感じますね。 iPhone と同じくらいの幅です。最近流行している大画面タイプだと75ミリくらいあるので、それよりは幅が狭いですね。この差小さいんですけど結構違って感じます。やっぱりピクセル6はデカすぎるんで、アローズウェイくらいがちょうどいい。容量は 64GB と少ないですが、マイクロ SD には対応しています。吉田は64あれば全然十分なんですが、60は無理って人は 1TB の SD でもぶっ刺してくれ。ちなみに吉田のメイン回線はドコモ格安ブランドアハモです。当然ドコモ端末はアハモとの相性は抜群。アローズ指紋認証は最大5箇所まで登録ができるみたい。ホーム画面はドコモ端末共通のもの以外にアローズ独自のものや簡単スマホモードもあります。ちなみにドコモのやつはマジでカスなんで、今回はアローズを選択。
この端末ってターゲットがパカ系を使っていたじいさんばあさんだと思うので、まあ、だからか迷惑電話モードとかそういう詐欺に合わない的なやついろいろ入ってますね。あとドコモ端末は基本的にドコモ ID がないと超絶ムカつくことになるんで、基本的にはドコモかアハモでの利用をお勧めします。格安 SIM での運用は、まあ、使えるけど、まあ、いろいろねポップアップでログインしろログインしろって言われまくるんでムカつきますよ。ドコモ端末を使うと毎回思うんだけど、この気持ち悪い白いティッシュうざいですよね。必要性を全く感じないし、まあ、どうせ表示するんだったらもっと可愛いやつにしてくれよ。これはアローズが悪いわけではなくてドコモのせいなんですが、通知がマジで止まりません。ドコモはほんとひどくて次々といろいろ出てくるんですよね。ドコモ端末でまずやらないといけないのがこの通知を片っ端から、まあ、非表示にすること。だいたい1ヶ月ぐらいかけて出るたびに非表示にし続ければほぼ出なくなります。ドコモアプリを開発してるやつはアホなのかって思いたいんだけど、例えば突然表示されたおすすめみたいなやつ、これうざいから戻りたいじゃん。でこれ戻るとしても反応しないんですよ。あと通知を表示にすることが禁止にされていたりとか、もう絶対に加入させようとしてきます。ほんとせこいよ。これ消えなくなっちゃったんだけど、ドコモさんバグってます。消えないんですけど永久に。おいちなみにアハモの SIM を入れればアハモアプリも自動的にインストールされます。ネットも勝手につながるので格安 SIM のような設定はいらないですね、ドコモだから。実はアハモから乗り換えは検討中ですね。電話全くしないし、ギガもマジで消費しねえじゃん。それで2973円はコスパが悪いです。お前昔の国産パソコンかよってやり口が一緒だなと思うようなバナーがデスクトップに。そしてニュースアプリはなぜかソニー製。お前はエクスペリアかよ。やばいっすやばいっす、最初からアプリの数が爆破しています。お前64ギガしかないのにこんなに最初から入れんなよって思うよね。正直このやり口も昔の日本のパソコンメーカーと同じなんですよね。昔のパソコンって死ぬほど大量のソフトは入ってたじゃないですか。未だにやってることは一緒なのかよって正直思いました。Android の標準的な動作だとは思いますが、アローズホームのうざいところはアプリ一覧でフォルダを作れません。 Galaxy はフォルダを作れるのでこんなにごちゃごちゃはしないんですよね。もちろんホーム画面では作れます。電話アプリを見てくれよ。この革命的な使いやすさを、押しやすいボタン、老眼でも見やすい表示、アイコンではなく日本語で電話をかけるという表示。でもなぜかこの表示は小さいです。もちろん Android 表示の電話アプリも使えます。簡単スマホモードにすればもう完全にいわゆるシニアスマホですよね。やっぱりこれって吉田みたいなオタク用ではなくてパカ系を使っているようなじいさんばあさん用ですよね。完全に通常モードでも全体的に表示がでかいです。設定画面も巨大、解像度が 720×1520 ドットしかないので、まあ、そのせいででかいのかもしれません。ちなみに解像度低いですけど、まあ低くは感じないので、まあ、別にこれで十分。 Android のバージョンは11でした。こいつ何気に全部入りで1万円なんだけど、最新機種なので 5G に対応。ただ群馬はほぼ 5G の電波飛んでないので 5G はオフ。 5G を切るとめちゃくちゃ電池の持ち良くなるのでおすすめです。そういえばタッチスクリーンの感じを見せていませんでしたが、格安端末特有の下の方に縁があります。上部のインカメラ部分は大きくえぐれています。高級な端末のような洗練された感じはありません。正直言えば安物だなって感じはします。改めて思うけど、やっぱりギャラクシーはすごいですよね。これでも2世代前の機種ですから、ほんと縁がないです。クイーンパリン。もう少しだけ機能を紹介しておきますが、端っこをグワンとするとメニューが出てきますね。まあ、正直言ってこれが使いやすいとは到底思えませんけどね。日本語入力にアトックが入ってるのもアローズのいいところらしいんですが、まあ、個人的にはアトック好きじゃないですね。クワーティーにした時になんかちょっと狭いです。なので Android 標準の Google 日本語入力に変えました。やっぱりこれが一番です。まあ、正直言って入力はあまりしやすくはないです。クワーティーだと横幅が狭くて押しにくいんですよね。ちょっとサイズが足りない、そんな感じ。まあ、世の中のスマホの画面が巨大化しているのはクワーティーで使いやすいようにだと勝手に思っています。天気入力するのなんて多分日本人くらいですよね。外人はクワーティーな気がしてるんだけど違うかな。このサイズ感はやっぱりちょっと物足りないですよね。映像では伝わらないと思いますが、 Google 日本語入力が微妙にもっさりしています。なんかワンテンポ遅れる感覚があるんですよね。フェリカ対応、お財布携帯対応ってのは最初言いましたが、まあ、どこかのメーカーのような挙動がおかしいということもなくて、反応も非常に敏感で良いですね。こいつクソ安いんだけど防水にも何気に対応しています。洗剤やアルコールで洗って OK というのが売りなくらい防水性能は高いようですね。クソ安いんで風呂専用にしてもいいかも。
これは余談ですが、充電テスト用に最強の充電器を買いました。吉田さん、ユーグリーンのこのシリーズ好きなんでいっぱい買ってるんですが、こいつはなんと 100W。しかも USB-C が3発全てが USB PD の高速充電対応。 USB Type A もありますが、何気にこいつもクイックチャージに対応してるんですよね。 BPS にも対応してるので、サムソンのギャラクシーの高速充電もできるし、 100W なのでノート PC の充電も余裕です。一回り小型で安い 65W ってのもあります。ノート PC を充電しないなら 65W の方で十分ですかね。 iPhone とか iPad くらいなら。まあちょっと高いのが欠点ですが、 USB 3発はいいでしょう。全部 USB PD、 概要欄にリンク貼っときます。アローズさん、一応 USB PD 充電に対応していて、バッテリー 50% の状態で 12W で充電しています。ちょっと遅い気もしますが、まあ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 って感じかな。ワイヤレス充電はどうやら対応していないみたい。多分まあ吉田さんはリングをつけてしまうので、どうせワイヤレス充電はできません。321、はい。指紋認証は物理センサー式の割にはちょっと遅いね。もう少し頑張ってくれよとは思いますが、まあ実用上は問題ないかな。やっぱり吉田、防水指紋、お財布携帯、カメラ2個というモリモリ仕様で1万7000円はめちゃくちゃお買い得なんですが、動作速度はどうでしょうか。 CPU はここ最近のローエンドスマホの定番であるスナップドラゴン 480 5G が載っています。まあなんかそこそこ使える CPU って聞いていたんですが、まあこれははっきり言いますよ、ネットサーフィンもっさりしています。読み込みにワンテンポ遅れるし、素早くスクロールするとなんか挙動がわちゃわちゃするんですよね。低スペースマホも何個も買ってきましたが、このわちゃわちゃ具合が低スペースマホの特徴です。まあパソコンで言えばアトムとかセレロン N4000 とか、まあそれくらいもっさりはしています。まあ普段 iPhone 使ってるような人がこれを触ったらブチ切れるとまでは言いませんけど、まあイラッとはすると思うよ。左のスマートフォンがハイエンド CPU スナップドラゴンパチパチパチを搭載したパカ系ですが、まあ指の追従全然違うでしょう。この追従の悪さは体感速度を明らかに悪くします。これ読み込みも圧倒的な差があります。ネットのレビューを見るとハイエンドと比べると遅いけど、比べないと気にならない的なことを書いてるんですよね。それは貸してくれたメーカーに忖度ってやつじゃないの。忖度してるよね。ただネット上の個人のレビューはそこそこいいんですよね、こいつ。だから普段から遅いのしか触っていないような人だったら、まあこれで十分なのかもしれません。まあ個人的には予想してたよりもだいぶ遅くて、ちょっとこれはメインとして使いたくないなというか、耐えられないなとは思ってます。読み込みはまあいいとしても、スクロールが引っかかるのが気になります。ちなみにあれほどバカにしたバルミューダフォンと比べてもワンテンポ遅いです。まあ価格が違いますけどね。バルミューダフォンはスナップドラゴン765なので、まあミドルレンジ CPU、 触った感じはやっぱり最低でも765のような700番台、まあそれぐらいのミドルレンジは欲しいですね。でもまあそれでもやっぱり765もちょっと遅いですけどね。まあこれも使い方次第で、吉田みたいに指を高速に動かしてリンクをバンバン押したり、スクロールも高速にグワーンってやるような人は絶対に買ってはいけません。でもおばちゃんとかがやっていそうな、一個一個ポチポチ押してゆっくり操作するみたいな、まあ、そんな感じの使い方だったら、まあ、気にならないかもしれません。まあ何が言いたいかといえば、このチャンネルを見てるような秋葉系オタクの皆さんには向いていない。あくまでもおばちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、まあ、そういう人がね、ゆっくり使うならこれでいいよね、1万7000円だから、そういう端末ですね。要はこういう人ですよ。あとは電話メインとか、案外ブラウザって重たいので性能差って出やすいんですが、まあ、地図アプリとかそんなに重たくないアプリなら普通にサクサク動きます。ビデオのは今モノラルだね。ビデオカーブ確かにモノラルですけども、まあそう、YouTube はかなりサクサク動きます。快適です。実は YouTube アプリって軽いんですよね。 CPU に多分専用の再生回路が搭載されてるんでしょう。やっぱりネットサーフィンが一番差が出やすいですね。ただし音声はモノラル、下からしか音は出ません。ウィーン、パリン。ベンチマークを見てみますけど、まずアントゥベンチマークは動きません。テストに必要な性能が足りないらしい。ライト版ってのがあったので、それでテストをしました。まあ、数値に互換性があるかは不明です。明らかにグラフィック系のテストが違います。数値としては285,496でした。バルミューダフォンが349,254なので、まあそこまで大きな差ではないですね。なぜか CPU の性能はむしろアローズの方が上回っていたりします。まあ、UX という項目が実は重要、ユーザーエクスペリエンスの略で、まあ、体感速度の快適性、まあそんな感じの意味です。ここがバルミューダと比べるとだいぶ劣ってますね。低スペ同士で比べてこんだけ差があれば、やっぱりアローズくんはもっさりしている。まあそういうことですね。
ここで問題です。なんかおかしくはないですか？パッと見で気がついた人は認識能力が高い素晴らしい頭脳の持ち主です。そう、シャープ、アローズ、ウィーって出ちゃってるんですよね。ちょっと意味がわからないです。多分ですが同時期に発売されたシャープのアクオスウィッシュとごちゃ混ぜになってるんじゃないでしょうか。実はアクオスとアローズスペックほぼ一緒、 CPU 一緒、メモリ一緒、画面サイズも一緒です。というか画面の下側の縁の広さも全く一緒です。 USB-C 周りの穴の位置も一緒です。全く同じではないんですが、同じメーカーが作ってんじゃないのってくらい似ています。同じメーカーが作っているとバレないように微妙にカスタムしてありますが、同じとか作ってんじゃないのってぐらい似てるんですよね。まあ違うかもしれませんが、とりあえず言えることはアローズは中華メーカーからの仕入れということだけは判明しています。アローズといえばメイドインジャパンが売りなはずなんですが、この端末は仕入れなんですよね。日本メーカーのブランドをつけた中華スマホ、そりゃそうですよ。日本の技術力で1万7000は絶対無理、中国の技術力がないと実現できない価格帯です。ついでなのでギークベンチも実行してみました。ハイエンドパチパチパチとローエンド 480 5G、 シングルコアの性能がかなり違います。倍以上違うんですよね。パソコンでいろんなロースペを触ってきた吉田の経験則ですが、シングルコアってかなり重要。マルチがいくら高くてもシングルが弱いと体感遅いんですよね。雑魚を100匹集めても雑魚、そういうことです。これもネットサーフィンの体感速度を落としている原因の一つじゃないでしょうか。最後にカメラをチェック。アプリ自体は Android 標準アプリをベースにそこそこカスタマイズされてますね。これびっくりしたんですが、このスマホカメラ2台ついてるじゃないですか。普通は広角と標準とか望遠とか、まあ、そういう組み合わせが多いですよね。でもなぜかマクロレンズと標準カメラの組み合わせ、画角変わらないんですよ。マクロと標準、いやそうじゃないでしょう、広角か望遠でしょう。画角は一般的なスマホの標準カメラと同じくらい、 2-30mm 狭いです。なぜ広角カメラが必要なのかは動画にしてみるとわかります。どのスマホも同じなんですが、かなりクロップされて狭くなります。結構ズームされたような状態で厳しいですよね。一応カメラとしてはフル HD まで撮影できるんですが、まあカスだと思った方がいいですね。吉田の部屋って動画撮影用に強力な照明を焚いていて、室内とはいえ比較的明るいんですが、それでこの画質、結構厳しい。動画編集ソフト上で明るさを上げてパッと見綺麗に見えるようにしてみましたけど、まあそれでもこの程度の画質です。ハイエンドスマートフォンのカメラとは全く違います、かっこ笑いくらいの画質。ただし写真だとそこそこ綺麗に写るので、まあ普通には使えますね。バリミューダフォンのような色が変になるということもあまりありません。むちゃくちゃ綺麗ってわけじゃないけど、静止画はギリ OK、 動画は無理。結論、吉田のメインスマホとして雑に使おうと思って買ったアローズ Wii は、まあ、想像していたようにネットサーフィンがもっさりしていて吉田的には耐えられません。なので今後のメインスマホはソニーの Xperia、 結構傷だらけなのでもうケースなしむき出しで使います。iPhone の新型が出たらそれに乗り換えようかなと計画してますね。以上で終わります。あ、そういえばチャンネル登録してください。もうすぐ100万人なのでチャンネル登録者募集しています。